より賢い選手は、はい、戦闘地域を自分の管理下に置き勝利の見込みが十分にあるって確信できるまでは戦いを始めないと、うん、じっくり時間をかけながら基礎訓練に耐えて作戦を練るというのが唯一の理にかなった方法、はい、この準備期間に自己鍛錬して自分の衝動や感情をコントロールするっていうレベルの高い選手の技を身につけ、はい、で最終的には戦いを挑む、うん、で勇気が必要だと、はい、なんかね、はい、それをせずに、はい、今戦いを始めた感じがしています、はい、なのでなんかエクスキューズしながらこれでいいのこれでいいのこれでいいんですよねって、はい、行けって言われたら行っていいんですねって、はい、これは幼子が鎧兜を着た感じですね、はい、5月人形ですねこうやって子供が鎧兜を着てる感じ、はい、あなんか寂しい感じですすいません。でレベルの高い戦士になるために、はい、レベルがあるって話ですもんね戦士でも、あ、まあ、レベルがあるっていう話と、はい、あとはその例えばねスルスルスルっと負け知らずなものもいますと、はい、ただ最初から周りと違う意見や考え方行動を主張するように促された上にそれを褒めてもらうみたいな恵まれた体験をしたものとか、はい、その自分が強くなったことに気づいてそういう人は恵まれた体験をしたものは自分が強くなったことに気づきそれを支えにもう一度やってみようって勇気を奮い起こすことができるが、ま、負け知らずの人でもね、はい、ただどこへ行っても対抗勢力とか、はい、そういったなんて言うんでしょう痛い目に合わずにいるとそれはその帝国主義的になり、自分の主張が周りに及ぼす影響を顧みなくなってしまう恐れがあると、うん、っていう人たちが敗北一旦すると壊滅的な打撃を受け自己という感覚そのものが問題になってしまうこともあると何の犠牲も伴わずに自分の願望を主張できる状態に置かれたままでいるとほぼ間違いなくアイデンティティの欲求と自己中心的な気まぐれを見極められなくなるはず、はい、皮肉なことにこの欲しいものが全て手に入るっていう状態はそのモットーの帝国主義者は立ち上がる勇気がなくて存在感を発揮できない人間と同じように心理学的にそれは恵まれない人間と同じだとひょっとしたらどちらもこれが自分だという実感を持つことができないかもしれないみたいなことが書かれていてじゃあレベルの高い選手のなるためにはというところで最高レベルに到達した選手にとっては内なる敵を怠惰死に沈む、まあ、霊障的な態度とか絶望責任感の欠如拒絶といったものをそれを相手にする必要があると内なるドラゴンに立ち向かう勇気があれば最終的には自己鍛錬とスキルで外界のドラゴンに戦いを挑むようになるとあここに打ち勝ち外に行けるってことですね世の中が時として過酷な場所になることを考えれば戦いの対価は甚大なものになりかねない自分を抑えることはもちろん戦いの場を選ぶだけの強靭な精神を身につけることが必要だと成熟した戦士特に自分のスキルに自信を持っている戦士は問題が起こるたびに戦いを挑むではなく慎重に戦いの場を選ぶと多分この辺がヒントなんでしょうね自己鍛錬とスキル、はい、戦士は目標を設定してそれを達成するための戦略を練るそうする過程で自分が遭遇しそうな障害や難題それを乗り越えるための方法を突き詰めさらには目標達成を邪魔しそうな対抗勢力を特定し特定するんだと、はい、そこでレベルの低い選手はその対抗勢力を敵と対象化する、はいはい、あらゆる手段を講じて相手を打ち負かそうとするレベルの低い選手は、はい、ライバルに対するってことですよね、はい、ドラゴンに対峙するんじゃなくて、はいはい、実際の戦争では自責の念を感じず平気で相手を殺すことさえあると、はい、ただレベルの高い選手であれば他人の指示を取り付け目標を達成する方法を模索するんだと、はい、戦士は組織コミュニティの力関係を理解していて、はい、自分の大義のために支援してもらうっていう方法もわきまえている、はい、必要的な支援が取り付けることができたって分かるまでは決定的な投票や決議を避けるっていう方法も知ってる、うん、これ戦士じゃないですよねもうこれ政治家ですやんみたいな、はいはいはい、
つまり対抗勢力との衝突を避けると、対抗勢力を混乱させる、思い通りの反応に誘導する、不意をつく、相手の軍に潜入する、相手を転向させるみたいな、うんうん、いろんな方法を知ってると、はい、さらには自らが敗北を認め撤退するっていうタイミングと方法もわきまえていると、はい、急に大人になりますね、はい、孤児から将軍ですよ。これね、なんかね、なんか戦うだけだと、はい、まだちょっと子供じみたのも感じるんですけど、まあ、だからレベルの低い時は多分とにかく自分のってとこですよね、はい、自分の鍛錬みたいな、はいはい、そこからこうだんだん成長していくと、本当に大魚を倒すためには何が必要かみたいな。でこの戦士にとっての課題とは、戦いに固執しない、はいはい、勝ち負けに固執しないってことですね、はい、目標達成ボソッと言いましたね今、はいはい、大義のために職場で戦っていた女性が、例えば最終的に勤め先の病院を辞めるという決断を下したとしようと、戦士になるためには職場にとどまって戦い続ける方がいいように思える、まあ、それは戦士っぽいですよね、はい、がこのままでは真の目標が達成できない、はい、って分かったのであれば、はい、職場を去る方が目標そのものを達成する、はい、その職場で勝つことではなく、はい、目標達成だと、うん、それがレベルの高い戦士だと、はい、そのためには目標を分かってないといけないと、はい、目標を分かるためには自分で境界線を引かないといけないと、はい、なんかね、はい、孤児からのステップがね、はい、やたらなんか階段の順序がね急にドンってまあ、子供から大人って感じじゃないですか急に変わるんですよね、はい、レベルの高い戦士とは強靭な精神、人間や状況を評価する知的能力を称えられる存在であり、まあ、戦士ってそういうことですね、はい、肉体じゃなくて、はい、まあ、ただ戦いが強い人じゃなくて、なくて、はい、知的能力を称えられる人、はい、目標を達成できる人を称えられる人、はい、なるほどね。だからこそ戦いが必要なのであれば立ち上がり、はい、独創的な解決策を模索することができると、はい、戦ってないですね。戦ってない、戦うけど戦ってないです、はい、いつも戦ってないです、はい、あ、そっか、戦うのが怖いっていうのは分かるんですよ、はい、でもなんか、あ、戦えることなんだっていうことだとすると、はい、なんか一歩進めるような気がします。まあ、戦えることもだとは思うんですよねごめんなさい、どうしても2つにしちゃいがちですね、はい、私は。発展途上にいる選手は優れた判断能力があれば戦いを避けられるような状況でも、あ、危機として戦いに赴く傾向があるので、それは注意だと、はい、ただまあ注意が必要なのは、この選手が最も快適だって感じるのは何が正しいみたいなのが、はい、単純明快な時、はいはい、あの正しい行いとかっていうのが単純な明快な時っていうのは、戦士が最も快適、自分の中の戦士が、はいはい、目標が決まってるって話ですよね、はい、もしくはそのこれ今あまりいい意味ではない方で捉えると、はい、自分の中の正義でもうこれしかないみたいな、今、はい、なんて言うんでしょう、私がやりがちな二者択一、はい、な時は戦士が活発化するんですけど、はい、現代社会が求めているのは絶対的な悪や善の基準が存在していない状況で、はい、決断を下し、その決断に基づいた作業に献身できる戦士、そこから先は正しい考え方、正しい行いって何だろうとか、はい、自分には何が正しいんだろうっていう自問が始まり、みんなにとっては何が正しいんだろうっていう問いでバランスを取るようになり、はい、最終的に関係者全員にとって最高の選択って何だろうねっていう問いを抱くようになると、はいはい、これ悟りですよねこれ、まあ、その成長の旅ですからねで、そのような状況では人はそれぞれの視点から世の中を眺めていて、これタイプ論ですよねで、はい、真実の前には敵も味方も存在しないっていう認識が助けとなり、意思決定や紛争解決を行う戦士が片方が勝者になるっていうところから脱して、はい、双方が勝者になるモデルに移行することができると、はい、なんてことが、はい、まあ、そうすると次のステップな感じですよね。はいはい、いけるのでしょうか、はいはい、多分あのレベル1は、はい、自分の何かで立ち上がると思うんですけど、はい、ちょっとずつね成長していくと、はい、いや勝ちって自分
だけの価値で築き上げた城っていかに脆いことかみたいなものに気づき、はい、あみんながウィンウィンじゃないと、はい、この城ってすぐ崩れるよねっていうのが分かると、はい、多分じゃあ全員にとっての価値ってなんだろうねっていう多分目標が上がっていくんじゃないですか。なあ、はい、最初はもう目の前のあいつに勝つかもしれないですけど、勝った時に勝ったけどみたいな、1000人到達、チャンネル登録者が1000人到達やめて、はい、1000人到達したけどってなるわけじゃないですか。なりましたね、はい、はい、でそうすると何が5000人なのかって、5000人到達してもですよ多分。僕は何かを間違えていました。はい、はいはい、でそうすると多分人に感謝されたりってところに、人に良かったって思われることとかにこう目的が変わっていったりするわけじゃないですか。そうあで、はい、今はっと思ったのは、このチャンネルを始めたきっかけっていうのは、体調に対してその、はい、あ体調に対してというか、この幸せを哲学するんですよみたいな、はい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 、幸せを哲学するチャンネルがね、はい、4700人しか行ってないんですよなんて言っちゃダメなんですよ。はい、はい、みんなで幸せを考えようってやろうねって言ってたはずですもん、はいはい、そこだと思うんですよ。幸せとは、幸せとは、はい、でそれは自分だけの幸せじゃなくて、はい、みんなの幸せってなんだろうねと、はいはい、というのが戦士でした。はい。